グローバルボーイズグループデビュープロジェクトボーイズプラネットに出演していた日本人練習生4人で結成された新グループ TOZ-TOG が23日東京トヨスピットにて開催したデビューショーケース TOZ ジャパンデビューショーケースにて日本でのファンミーティングの開催を発表したボイプラアントニータクトハルトユー 日本でファンミーティング決定。TOZ はアントニー、タクト、タクト、ハルト、ハルト、ユート、ユートの日本人4人で構成されたグループ、ボーイズプラネットでは流暢な韓国語と華麗なパフォーマンスで存在感を放ち、注目を集めていた。最後のパフォーマンスと締めの挨拶を終えると、電撃発表があります、とし。 グループのファンミーティングの開催を発表。10月29日にオリックス劇場、大阪、11月5日にリニキュブ渋谷、東京で行うことを発表し、会場をざわつかせた。今日みたいにまた来てくれますよね、とメンバーが口々に言い、耳に手を添えポーズをとると会場からは大きな声で返事が。そして春とは、 次のファンミーティングでお会いできるように仕事今から休み取ってください。と呼びかけ、笑いを誘っていた。アントニータクトハルトユートラ、TOZ、日本韓国での活躍に期待。YY エンターテインメントと専属契約を締結し、今週デビューが決定した TOZ は、ボーイズプラネット。 では見られなかったメンバーの組み合わせを通じて、放送で見せたものとは違う新しい魅力を披露する予定。特に、しっかりしたファンダムを基盤に日本と韓国で活躍することが期待されている。なお、バイ・ヨングク、ベナラ、イジュアンが所属している YY ワイワイエンターテインメントは、最近俳優キム・ソンジョンを迎え入れるなど、 大きな成長傾向を見せている新生総合エンターテインメント会社だ。<music>